どうも、おいりです。今回いただいた質問が、まな板を新しく買おうと検討しています、選び方とかおすすめっていうのはありますかっていうことなんですけど、結論言うとこれはかなりあってすごく大事なことで、ちゃんとそれぞれの特徴を理解して選んでほしいんですね。先言っておくと、おすすめは肉とか魚を扱うのに関してはプラスチックで、野菜系を扱うときは木材を使用しています。特にこのまな板ですね、もう料理してる人にも全員に伝えたいんですけど、まな板は絶対に使い分けてほしいんですよ。その理由っていうのは、もう包丁に対してじゃないですよ、包丁に対してどうこうじゃなくて衛生面に関してです。もう衛生面っていうのが絶対的なので、衛生面に関してまな板っていうのは使い分けるべきです。それを今回はもう食中毒にならないためのまな板選びについてお答えしていきます。でプラスで、まあ僕の好みであるその切り心地だったりとか、そういったこともちょっとお伝えしていけたらなと思うんですけど、はい。ということで、まあ僕料理始める前、僕そうだったんですけど、もうまな板はもう一つだけだったんですよ。一つしか使ってなくて、もうプラスチックのこんなまな板一つだけだったんですね。でまあこういったプラスチックも古くなってくるじゃないですか。で買い替える時にやっぱりお店行くと、いろんな木材のまな板だったりとか、いろいろまな板置いてあったりすると思うんですけど、それ見てなんか手入れめんどくさそうだなって思って、その手入れがめんどくさいがためだけにこういったプラスチックのまな板を選んでたんですね。でもちゃんと勉強というか、この木材の手入れの方法とか、そのメリットですね、包丁に対してのメリットとか、そういったのをちゃんと知ることで全然めんどくさくないというか、むしろこっちの方が良かったりもするので、その使い分けですね、その使い分けることのお話をします。はい。で今回話すテーマが、まずそのまな板の種類、どういった種類があるのか、そしてその種類ごとというか、食材ごとですね、食材ごと、その食材に対してどういったまな板が適しているのか、そしてまな板を選ぶ時のその重視してほしいことっていうのがあるんですけど、まあ何を重視するか、そして大事になってくるその管理方法ですね、そのお手入れの方法で、最後に僕がもう長年愛用しているこの大好きなまな板たちがあるので、それを紹介していきたいと思います。はい。では早速種類ですね。種類っていうのがまあいろいろあるんですけど、一番代表的というかかなり使われてるこういった白いプラスチックのまな板なんですけど、まあプラスチックというか樹脂ですね、ポリプロピレン樹脂とかとも言うんですけど、そういったまあプラスチックのまな板、そして僕持ってないんですけど、あのゴムですね、合成ゴムとかっていうんですけど、その合成ゴムっていうのはまあプラスチックの一種ですね。そんなにあの扱いとかに関してはそんなにこれと変わらないです。で大理石とかガラスっていうのもあるんですけど、それっていうのはあのパフォーマンスですね、人前でなんか披露したりするとき、なんか切り分けたりするときにそういったまな板使われるんですけど、普段使いだったらもう絶対におすすめしないので、もういくらおしゃれだからといってそういった大理石とかガラスっていうのはもう絶対おすすめしないです。やめてください。もう包丁の刃っていうのはもうすぐ丸くなって、もうすぐ切れ味悪くなるので、普段使いに関してはそういったのはおすすめしないです。で最後に木材ですね。木材っていうのがまあ本当にもうその名の通り木なんですけど、この木材っていうのもかなり種類あるんですよ。例えば僕が今これ持ってるのはあの竹製の、竹の材質でできてるんですけど、こういった竹だとか、結構有名なのがヒノキですね。ヒノキがかなり使われてるんですけど、ヒノキとかイチョウだとかヒバとか、あとホウとか、そういった木材が使われるんですけど、木材によってもいろいろ種類あります。でさらにその木材の中でもその合わせ方、そのどういった構造でできてるかですね。例えば一枚物、もう一枚の木でできてるものとか、つなぎ板って言われるんですけど、つなぎ板っていうのは合わせですね、合わせのまな板があるんですけど、そういった木材の中でもちょっと違いあります。で今言ったまあ一枚物と合わせのちょっと特徴の違いを言うと、一枚物の方が高いです。かなり高いものだと本当にびっくりするぐらいの金額あって、もう10万とかいくのもあるんですけど、1枚物っていうのはまあ合わせに比べてまあ割れにくいんですね。割れにくかったりまあ反りにくいっていうのがあって、で逆にそのつなぎですね、つなぎっていうのは1枚物と比べてちょっと反ったりとか割れるリスクが高まるよっていうことで、そういった2つがあるんですけど、そういった構造の違いもあります。でそのさっき言った木材ですね、ヒノキとかまあイチョウとかいろいろあるんですけど、それのそれぞれの違いっていうのはまあ正直ちょっとした違いはあるんですけど、基本的にそんな変わらないです。まあもちろん一個一個その弾力性だったりとか、もう木自体の香りとか、木目のそのデザイン性のおしゃれさだとか、結構いろいろそういった違いはあるんですけど、手入れの仕方とかそういったのは基本的に変わりません。ただ包丁のその刃ですね、刃に対して優しいのがどれかっていうと、まあやっぱりヒノキが一番いいとは言われてます。で僕はまあいろんな木材のまな板ちょっと使ったんですけど、総合的というか僕はデザイン性とか、その切った切り心地とか、まあまな板の音、そういったので僕はちょっと竹をあえて選んでるんですけど、まあいろいろ見てみると面白いと思います。はい。ということで大きく分けて、まあプラスチック系か、そのまあガラスとか大理石系か、木っていう、まあ大きく分けて大体この3つぐらいなんですけど、その特徴ですね、その特徴というか食材ごとのおすすめをお伝え
していきたいんですけど、結論で言った通り、肉魚に関してはプラスチックで、野菜系に関しては木の木材のまな板がおすすめって言ったんですけど、その理由っていうのが、もう一言で言うと、衛生面に関しては絶対にプラスチックの方がいいです。なぜかっていうと、漂白剤をかけれるから、漂白できるからですね。っていうのは色とか匂いとかが染み付きにくいんですね。まあ万が一汚れたとしても漂白剤かけることによって真っ白くできるので、なので食材っていうのは、その肉魚っていうか、生で食べたらお腹壊しちゃうものですね。そういったものに関しては僕は絶対こういったプラスチックで切るようにしてます。で、野菜類は木材がおすすめってことなんですけど、その理由っていうのは、包丁に対してだったら圧倒的に木材の方がいいんですね。なぜかというと、切れ味の消耗度っていうのがもう全然違うんですよ、プラスチックと木じゃ。もう切れ味の消耗度っていうのはもう倍以上違うと思ってください。もう全然違います。やっぱりその包丁の切れ味が落ちる理由って、何に対して刃が当たってるかなので、その当たってるものが毎回硬いものだったら絶対切れ味ってすぐ落ちるじゃないですか。でも弾力性のある木材だったら、切れ味の消耗度っていうのはかなり抑えれるんですね。だから研ぐ頻度とかですね、そういった刃の消耗っていうのはかなり抑えることができます。ただその木材っていうのはデメリットとして、やっぱり衛生面に関してはやっぱりちょっと劣ってしまうので、どうしても吸水性があるというか、まあ匂いが染み付きやすかったり、そういった面があって、一番の特徴というか、まあデメリットが漂白できないってことなんですけど、なんで漂白できないかっていうと、切って漂白剤かけると、なんかその木の肌ですね、木の表面がすごい荒れるんですよ。荒れるっていうのと、もう一つ理由があって、なんかその木本来のその抗菌作用っていうのがあるんですけど、それが失われちゃうんですね。だから漂白剤っていうのはもう NG なんですけど、そういったまあ漂白できないってことに関しても、やっぱりちょっと衛生面に関しては劣ってしまうので、そこはデメリットになります。はい、そして次に何を重視するか、まな板を買おうと思ってる時に何を重視するかによって決めたらいいかってことなんですけど、いくつかポイントがあると思ってて、まず管理の手間ですね、手入れのしやすさ、ちょっと手入れのしやすさこの後説明するんですけど、まあ、手入れのしやすさを重視するのか、そしてもう衛生面ですね、汚れにくさとか、そういった衛生面、もう絶対的な食中毒へのリスクを下げたいとか、そういったことを重視してるのか、切り心地を重視してるのか、まあ包丁の刃ですね、そういった優しさを重視してるのか、デザイン性ですね、これ結構大事だと思うんですけど、そのデザイン性を重視するのかってことで、まあいくつかポイントあると思うんですけど、本当にまあ自分がこの後まあ管理の話を聞いて、それを手間だと思うのか、全然手間じゃないと思うのか、それによって変えてもらったらいいと思います。で、特におすすめのポイントが、そのデザイン性ですね。やっぱりまな板って普段の料理絶対使うじゃないですか。その時にやっぱり自分が好きなものを使ってほしいんですよ。だからこのデザイン性っていうのは結構重視してほしいなって思ってて、自分が使う道具ですね、まな板以外でもそうです。もちろん包丁でも、なんか調理器具でも鍋でも全部そうなんですけど、自分が使うもののデザインっていうのは、自分が何個かあるうちから選んで、自分が好きなものを使うことによって、やっぱり料理の楽しさっていうのはかなり上がるので、そういった使い勝手というか見た目のことなんですけど、その見た目も大事にしてほしいと思います。はい、ということで次、手入れですね。手入れの話をしたいんですけど、プラスチックの手入れと木材の手入れがあるんですけど、この2つの手入れの仕方違うので、先に木材の話からします。まず木材のその手入れの仕方ですごく大事なポイントがあって、手入れする前、切り物をする前ですね、その包丁じゃなくて、まな板をその準備するとき、その使用する前ですね、必ず木材っていうのは濡らしてから使ってください。これはまな板に入れることじゃなくて、包丁のこの木の柄の部分だったりとか、なんか木製の調理器具ですね、木のしゃもじとか、そういったのも全部そうなんですけど、木製品っていうのは絶対に使用する前に一度濡らしてください。その理由っていうのは、木材って吸水性があって、最初の水分をめちゃめちゃ吸うんですよ。どういうことかっていうと、例えば最初の水分が、例えばそれが魚の血だったりとか、なんか匂いの強いもの、そういったものだったら、もうそれがもうダイレクトに伝わるんですね。でかなりその匂いっていうのはついてしまうので、そういった面もあるし、あとそもそも汚れもつきにくくなるし、包丁の柄に関してはなんか滑りにくくなったりとか、いろんなメリットがあるので、木製品に関しては必ず使用前に水に濡らすってことを徹底するようにしてください。で、次にその使用前じゃなくて使用後の話ですね。使用後どういう手入れをしたらいいか気になる方結構多いと思うんですけど、この手入れっていうのは、僕が最初にまあ抱いてたその面倒くさそうっていうのは本当にないんですよ。全然面倒くさくないんですね。一番大事なのは、ちゃんと干す、ちゃんと乾かすってことなんですけど、使用後っていうのはちゃんとたわしで一回汚れを落とします。ゴシゴシして、で汚れが落ちたら、その水分をまな板立てた時に水滴が落ちないぐらい水気を切ったら、それをまな板立てに干してほしいんですね。まな板立てっていうのは、なんかまあシンクの横にもしついてたら全然そこでもいいんですけど、僕が使ってるのはこういった、もう本当に100均に売ってるものなんですけど、こういったものでまな板を干すようにしてます。
で、まな板干しの大事なところが、できるだけその設置する面が少ないものを選んでください。どうしてもその設置する面積が大きいと、そこだけなんかちょっとカビやすくなったりとか、そういったことが起こるので、できるだけシンプルなものですね。そういったまな板立て、まな板干しで干すようにしてください。もう基本的にこれだけです。これだけでいいです。ただその菌の繁殖ですねっていうのは、まあどうしてもちょっと気になる方多いと思うので、そういった場合におすすめなのが、まあ週1でも2週間に1回でもいいんですけど、まあ熱湯消毒だったりとか、あとアルコールも有効ですね。アルコールはかけても全然揮発するので全然問題ないです。なのでそういったまあ菌が気になるとか、そういった時は熱湯とかアルコールするようにしてください。でここで木の種類というか、そのさっき言った1枚ものか合わせなのかとか、いろんな木のどういった構造をしてるかによっても変わるんですけど、削り直しですね。削り直しをやってるとこっていうのもあって、木のまな板がどうしても古くなったら削り直して、またもう新しい表面にするっていう、削り直しっていうやってるとこもあるんですけど、そういったものもあります。はい、ということで、まあ木材の手入れの仕方はもう本当にこれだけなので、すごい簡単じゃないですか。で次に、プラスチックですね。プラスチックっていうのは一番のもう強みであり、漂白剤をかけることができるっていうのが強みなので、基本的にはもう肉とか魚を使った場合はその後に漂白剤かけてほしいんですけど、洗い方っていうのはもうさっき言ったように、もうタワシで中性洗剤でもう洗って、そのまま汚れをなくした後で漂白剤かけるなりなんかしてほしいんですけど、その洗った後ですね、やっぱり洗った後っていうのは基本的にやっぱり干してほしくて、こういったプラスチックでも、まあ干さなくても木に比べたらカビにくいので、そこまでまあ心配する必要はないんですけど、やっぱり干してほしいです。ちゃんと水気を切って、そうすることによってやっぱり長持ちは絶対するので、その木材の違いといったら漂白をかけれるかどうかです。後の手入れは基本的に一緒だと思ってください。であとそのプラスチックのポイントというか、プラスチックまな板、実際僕が料理してた頃なんですけど、食材によって、例えばそうですね、人参とか、人参が特にそうなんですけど、人参切った後ってめっちゃオレンジ色になるの分かります？めっちゃオレンジ色がつくんですよ、このまな板に。その色って漂白剤かけても、まあ落ちる時は落ちるんですけど、落ちない場合があるんですね。そういう時に、まあいい方法っていうのがあって、日光浴させるんですよ、このまな板を。日光に浴びさせると、そのなんか色素っていうのはなんか抜けてくんですね。だからこのプラスチックのまな板が結構なんか色で黄ばんだりとかしてきたら、一回その日光浴っていうのを試してみてください。結構変わると思います。まあやってみないと分かんないんですけど、まあ試してみる価値はあると思います。ただその日光に当てるっていうのはプラスチックだけであって、木材っていうのは日光には当てないようにしてください。理由っていうのは、まあ反りやすかったり、そういった原因につながってしまうので、木材っていうのは日光に当てることはお勧めしないです。であとそのプラスチックですね、プラスチックのその漂白剤の使い方というか、個人的なおすすめがあるんですけど、まな板まず使い終わりました。でその後たわしでゴシゴシ洗って汚れを落としました。でその後漂白剤かけるとき、漂白剤をかけた後、その後ラップですね、ラップするんですよ、まな板を。でもう10分とかしたらもう基本的に綺麗になってるんですけど、ラップをすることによってその漂白の効果っていうのはやっぱり高くなります。だから漂白剤使うときは、漂白した後にさらにラップで上からして、まあ10分ぐらい置くってことをおすすめします。はい、ということで最後に僕がおすすめする、もう僕が長年愛用しているまな板の紹介なんですけど、僕が使ってるまな板ですね、僕これもう本当に5年ぐらい使ってるんですけど、かなり綺麗な状態なんですよ。それっていうのはやっぱりさっき言った保管方法とかかなり徹底してるので、すごく綺麗な状態キープしてるんですけど、本当に全然古くならないです。まずもう先商品説明しますね。僕が使ってるまな板は IKEA のまな板です。値段で言うと楽天で2900円ぐらいで買えるんですよ。めっちゃ安くないですか？めちゃめちゃコスパいいと思ってて、ただ僕は値段じゃなくて何を重視してるかっていうと、圧倒的にこのデザインなんですよ。さっき言ったように、まずこの木材に関しては竹なんですけど、竹なんですよ。こんな感じの木目してるんですけど、IKEA ですね。この IKEA 見えますかね。まあ IKEA のまな板で、デザインっていうの、僕が好きなポイントっていうのが、この角度ですね。角度がちょっと斜めになってるの分かります？なんかこれが個人的にすごい好きで、なんかすごいスタイリッシュというかおしゃれなんですよね。でこの竹ですね、この竹製のまな板の特徴として、さっき言った通りヒノキが出てきたと思うんですけど、包丁の刃の優しさに関して言うと、どうしてもヒノキの方がいいんですよ。でもこの竹っていうのはちょっとだけ硬いんですね、ヒノキと比べると。なんですけど、僕はその切った時の音というか切り心地ですね、僕はそっちを重視したくて、それで僕はこの竹製、このデザインを選んだんですけど、もし興味ある方いたらぜひ使ってみてください。本当におすすめです。でプラスチックに関してはもう全然どこのブランドかわからないです。なんかいつ買ったのかも覚えてないんですけど、もうそこら辺に売ってるようなまな板なので、なんかこだわりはそんなにないです。ただ大きさっていうのはこだわりあって、まあ45×28、さっきと同じくらいの大きさのものが個人的には好きなので大きさは選びました。で次にもう一個おすすめというか、僕
まな板3つ使い分けてるんですよ。その3つっていうのがこの竹製のまな板とプラスチックのまな板と、あともう1個こういったちっちゃいまな板なんですけど、これ1個持っとくとかなり便利で、ちょっとした時に出せるんですよ。なんかただリンゴだけ切りたいとか、リンゴここにあるんですけど、リンゴだけ切りたいなって思った時とか、わざわざこんな大きいの出したくないじゃないですか。なのでそういった時はこういったちっちゃいまな板出してるんですけど、これは意外と便利ですね。あったらかなり使います。ただ見てわかる通り、僕が使ってるのはこの薄いペラペラのものなので、正直包丁からしたらあんまり良くはないんですけど、まあ1個持っとくとかなり便利なので、もしよかったら使ってみてください。で、僕が使ってるのはまあこの3つがメインなんですけど、もう1個ちょっとあって、黒いまな板ですね。これもプラスチック系なんですけど、こういった黒いまな板もあるんですよ。これ今僕ほとんど使ってなくても、この黒いまな板はなんか器として、そこに切ったものとか並べる用のなんか器として僕は使ってることが多いんですけど、僕がまあ最初これ買ったきっかけっていうのがめっちゃかっこいいなと思ったんですよ。ただただそれだけで、黒いまな板ってないじゃないですか。もう買った理由はそれだけなんですけど、こういった黒いまな板もあるので、もし興味ある方は見てみてください。はい、ということで以上ですね。まあ今回のまな板の話はこんな感じなんですけど、一番伝えたいのは、まな板は使い分けるべき、使い分けてほしいなっていうことですね。で、自分の持ってる調理器具とかですね、まな板もそうですけど、いろんな調理器具あると思うんですけど、それをちゃんとした手入れをすることによって長く使うことができるので、普段の手入れっていうのはものすごく大事になってきます。で、今回紹介したこの IKEA のまな板ですね、概要欄貼っておくんですけど、概要欄に僕のまあ愛用している調理器具として、まあ包丁だったりとかまな板だったりとか砥石だったりとか、いろいろ紹介してるページがあるので、もしよかったらそちらご覧ください。実際に購入先のリンクも貼ってあるので、もし欲しいなと思った方ぜひポチってみてください。はい、ということで終わりたいと思います。もしこの動画が少しでもいいなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またこのように質問ですね、包丁に関する質問だとか料理に関する質問もいろいろ募集してますので、ぜひコメント欄でお待ちしております。それでは終わります。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。